生活ちょっとこう変わればいい数学大学入試のちょっと今日は勉強しています。このシステムがあるのでちょっとやってみましょう。昔僕もやっていた。ヘクスの簡単にせよ、合成関数ですね。で、これですね、GX に FX を代入するという。イクオール、2に、これを代入するんですから、これを代入するんです。X マイナス1、X マイナス2、マイナス1と、X マイナス1、X マイナス2。これにこれを代入するんですね。これをすると2の 3x-1 x-2 になって計算を拡大しますね。マイナス3と 1-3x-2 分母分子に x-2 をかけて分子を払うと計算が楽であります。で、分母分子にマイナス2をかける。ここにマイナス2がありますからこれを消すんですね。マイナス2をかけて消したらこうなるということになるという。マイナス2をかけたらこうなるという。イコール X になるですね。続きまして2番。X イコール 5X プラス2で 3X プラス1で G の X イコール X マイナス2の AX プラス1。A、B は定数であります。定数に対して常に、常に FGX イコール X が成り立つ時 A、B の値を求めよう。A、B の値を求めよう。これが問題の2番ですね。これが問題の2番。これが千葉工大である。これが2x が x イコール2の解がありまして f が gx イコール x より x-1x イコール gx だから a が成り立つってここで言ってますから、だから y イコール 5x プラス2と 3x プラス1と置いてマイナス1を求めるんですね。逆関数の定義から、ここは F 丸イコール三角 F マイナス1三角イコール丸の定義があったという。 X について解くと X についてと y イコールマイナス y プラス2 3y マイナス5x と y を入れ替えて x と y を入れ替えて y イコールマイナス1の x イコールマイナス x プラス2 3x マイナス5入れ替えるんですね。ちょっとこれがちょっと見てやってるだけだと x マイナス2マイナス 3x プラス5と gx イコール x マイナス 2ax プラス2が等しいから2から a イコールマイナス3と b イコール5分子を x のように式にしようと合成関数のであるということで、合成関数の基本は x の代わりに fx を代入することで逆算の定理より
fx マイナス x イコール f のマイナス fx イコール x じゃないです。確かめてる。合成関数の求め方は、g の fx イコール gx に x を素直に代入、素直に代入だそうですね。これが解決。どうでした？調べようということで、1リミットの n が現在 4n の2乗プラス5マイナス n の2乗茨城で茨城でいくということは、様式イコール答えをイコールこれは解はヨシキイコールリミット N が N 分母と N で割ったんですね。プラス N の2乗5 n の2乗マイナス1で割ったらマイナス4になる。ちゃんとこれが消えてマイナス4になる。ですね。リミット n が無限大ルート n の2乗プラス n マイナス n1 共産大です。これが解と様式イコールルミット n がイコールでルート n の2乗プラス n プラス n ルート n の2乗プラス n マイナス n でルート n の2乗プラス n プラス n、有理化することを考えるんですね。有理化することを考える。これを n プラス n と n マイナス n でこれをプラスマイナスやったらこれになる、ね、そうするとここで割ったらここの計算をするとこれがちょうど n になる。ありがたいことにちょうど n になる、ね、n リミット n が無限大でルート n の2乗プラス n プラス n でイコールリミット n が無限大でルート1プラス n プラス1イコール2ということでこの部分子を n で割ったらこうなる。分母分子を n で割るとこうなる。なるんですね。これ、まあこれがあれですね。
無限大だからこれを無限大にする。これをずっと無限大にしていくと、これが1になるんです。ここが1になって1プラス1で2になる。3番、リミット n が無限大で n マイナス 3n の3乗は解答いきます。よしきイコールリミット n がルートの n の3乗 n の2乗1マイナス3ここであると、 n の3乗として一番近づいてくる n の3乗出したんですね。ここからそしたら n の3乗だった。3乗で割ったら3乗にで、これが n が無限大だからこれを無限大にするとこれは無限大で、これが無限大だからこれは無視してこれがマイナス無限大イコールマイナス無限大ですね。これがこれを無限大大きくしてこれも無限大に大きくすると、でかくなってこれがマイナス無限大になる。これをリミットをちょっとよく分かってる人やねんけど分からないです。4はリミット n が無限大で1プラスマイナス1の n、イコール解答が n イコール 2m の時、m イコール場合分けするんですね。なんなんですか、これ n くんの時リミット n が無限大の1プラスマイナス1の n、 1プラス1イコール2でありますね。 n イコール 2m マイナス1の時、リミット n マイナス無限大で1プラスマイナス1の n、マイナス1イコール0。よって、振動よ式は発散する発散するそうですね。振動は発散の一つである。数列の極限で極限も単に n を n で無限大に近づけたとき定数この形になるときは変形が必要である。その変形は次のように極限の計算は極限の計算極限の計算は無限大の無限大の場合は分母の最高で分子を分母の最高時の項で分母分子を割る分子を割る。無限大マイナス無限大の場合は一番早く無限大に近づく項で括る。一番早く無限大に項で括るルート無限大マイナスルート無限大の場合は無理数無理式はよりかかれ無理式は有理化をかれということだそうですね。これがちょっと変わりました。なんとなく皆さん分かったと思います。ということでございます。続きまして6番、6番
6番数列の和の公式の曲数列の和の公式と極限ということでございまして、リミット、リミット N が無限大で N プラス1の2プラス N プラス2の2プラス 2N の2乗。まあ本当にできればこんなことやってないんでしょうけどね。であるそうです。これ福岡大です。福岡大ということでありまして、これ問題ですね。福岡大、はい、ありがとうございます。はい、分子、分子イコール分子分母分子ここですね。ここ分子イコールシグマサムの 2N の N が1でマイナス N N イコール 1K の2乗イコール何なんでしょう。イコール 2N の 2N プラス1 4N プラス16乗マイナス N N プラス1の 2N プラス1の6乗イコールイコール N の 2N プラス1の 7N プラス1 6。これはどういうことかと言いますと、これはシグマの 2N の N イコール1の A の K というのはどういうことかと言いますと、 A の1プラス A の2プラス A の N プラス A の N プラス1プラス点点点 A の 2N まで A の1から N プラス 1 2N までの2N までですね。あるいは1から2N までの行列であるから、ここはシグマの N までですね。 N イコール K が1ですね。 AK そしてこれが 2N までの K が N プラス1で A が K だそうですね。ということはよしきイコールリミット N イコール無限大で N に N プラス1の 7N プラス1の 6N の2乗これよしきだった。よしきの3乗ですね。これが3乗これですね。お、入れたというこれを使ったんですね。分子が、分子がこれなんです。分子がこれなんです。分子がこれだったから、この分子がこれだったんです。で分母が N の3乗だったから6をかけたんですね。6をかけてこうなってイコールリミット N イコールで含って2プラス1の N で7プラス N になって6になったんだ。 N の3乗で割ったんですね。イコール3分の7になるということで、ここでアドバイス。シグマの公式が K イコール1から始まる。そこで、N プラス1の N を 2N の数列の N を考えれば良いということでありまして、N プラス1プラス A の 2N プラス2プラス N の 2N が N の K イコール N プラス 1A の K イコール
N K イコール1 A K マイ K イコール1 A K。 これだそうですね。これで解決だそうですけど、わかるわけないですね。これで解決だそうですね。7アサミ1メール決定。7アミウチによる極限、極限値の決定、極限値の決定だそうですね。リミット問題いきます。リミットをサイン N シータ N の極限値を求めよ。これが問題ですと、もう解が全てのすべての自然数に対して解、全ての自然数に対してマイナス1イコールサイン N シータイコール小なり、まあ、これが成り立つ。サインの取る値はサイン N シータの取る値はここです。サイン N シータコサイン N シータの取り得る範囲というのをちょっとチェックしてみますと、サイン N シータは1マイナス1から1までの間、コサイン N シータはコサイン N シータは1から1の間なんですね。これチェックします。これで成り立つから N で割ったら、これを N で割るとマイナス N の1イコールサイン N シータの N N が成り立つ丸ということになって、リミット N が無限大のマイナス N イコールリミット N マイナス1が N1 イコール0より、リミット N が無限大なサイン N シータの N イコール0。そうですね。リミットの極限の5だそうですね。で、0だ。アドバイス。サイン N シータやコサイン N シータの極限の値が1つ定まらない場合、発散値の原理を利用する。サイン N シータ、コサイン N シータの値が定まらない弦は2の原理だそうですね。これが挟み打ちの原理、挟み打ちの原理だそうです。これで解決です。R の N の極限、R の極限。
n ね、r を s とするとき問題r を点数と r を定数とするときリミット n が無限大で r の n プラス1マイナス1 r の n プラス1で r がマイナス1の極限を調べよう調べよう北海道北海道東大問題です。これが問題、北海道の問題で R の極限が R の極限についてちょっと学習しますと R の L の極限というのは1が絶対値 R が1以下の時、リミット N が無限大 R の N イコール0が1の時リミット R の N イコール3するのですね R1 の時無限大 R がマイナスの時プラスマイナス無限に振動するらしいですね。で3がありますと R イコール1の時リミット R の N イコール1だそうです。4が R イコールマイナス1の時リミット RN イコール発散プラスマイナス1に振動する。これを覚えておかないといけないということで、リミット、これで解決、ここに書いてあります、ね、場合当てをせよと、無限等位級数 RL の極限の収束発散は4通りの場合だけ4通りの場合を分けて極限を調べればなお例題でマイナス2度で極限になるのでこの場合極限はないという回答は 1R がの時リミット N が無限大の R の N イコール0でよってリミット N が無限大 R の N プラス1マイナス1 R の N プラス1 0マイナス1 0プラス1イコールマイナス1 2R1 の時リミット N が無限大で R の N イコールだからリミット N が無限大で R の N イコール0よってリミット N が無限大 R の N プラス1マイナス 1N プラス1イコールリミット N マイナス 1R プラス R の N1 プラス R の N イコール R3 R の時リミット N が無限大 R の N イコール1でリミット N マイナス R の N プラス1マイナス1コール1マイナス1 1プラス1イコール0よってリミット N R の N プラス1マイナス1が R の N プラス1イコールマイナス1 R 0これが答えだそうだ。小池で4通りで場合分け場合分けが必要だそうです。8番までということで今日は終わりましょうかね。